はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画は、皆さんももうすでに耳をしたことあると思います。国からまた新しい制度が公表して発表されました。定額減税、本日はこちらについて動画で解説したいと思います。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。すべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは早速本日の動画、みんな気になっている定額減税についてなるべくわかりやすく紹介します。早速行ってみましょう。はい、それでは早速本日の動画、定額減税について一緒に学んでいきましょう。今回の動画は先に個人事業主向けに動画で解説をしていきたいと思います。私の動画見てる方、やはり個人事業主、自営業の方が圧倒的に多いと思いますので、まず個人事業主向け、自分は一体どうやって減税されるのか気になる人も多いと思いますので、本日は個人事業主向けの定額減税の内容となっております。いつからなのか、そしてどういう風に減額されるのか、自分はどんな手続きをすればいいのか、しっかりと解説していきます。本日の内容です。定額減税、本日個人事業主向けの内容となっております。まず定額減税の概要、基本のルールを一緒に押さえましょう。次に、個人事業主はいつから定額減税がスタートするのか、そのあたりのスケジュールについて一緒に押さえましょう。そして家族の定額減税は一体どうなるのか、自分が扶養している家族の定額減税はどうすればいいのかについて解説をしていきます。そして最後、気になる影響ということで、今回のこの定額減税がですね、住宅ローン控除やふるさと納税にどういった影響があるのかについて最後解説しますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。本日の講義のゴールは、定額減税って一体何なのか、そして個人事業主はいつからスタートするのか、個人事業主向けの定額減税について理解するのが本日の動画のゴールとなっております。ではまず定額減税ってどういうものなのか、基本ルールを見ていきましょう。定額減税とは、まず基本ルールを一緒に見ていきます。1人所得税は3万円、住民税は1万円、合計4万円を減税しますよというのが基本ルールとなっております。こちら令和5年の12月22日に閣議決定がされました。実施の時期なんですけど、令和6年の6月から実施となります。こちら令和6年の6月以降に支払われる給料から差し引かれるというのが基本ルールとなっております。そして対象は会社員も該当しますし、もちろん私たち個人事業主の方も該当します。どちらに対してもちゃんと定額減税されますので、ご安心ください。ではまず対象にならない人を見ていきましょう。この定額減税が対象にならない人はこういった方です。対象にならない人、令和6年分の合計所得金額が1805万円以上、超える方というのは定額減税が使えませんのでご注意ください。1805万円以下の方が対象になるため、定額減税は該当しません。対象にならない人になりますので、ここだけご注意ください。あともう一点、非課税所得世帯などにはもうすでにですね、給付金という形で入っております。今回のこの定額減税というのは、こういった非課税所得世帯以外に対して減税をしようというのが目的になりますので、もうすでに給付金をもらっている方はですね、ダブルでさらにまた定額減税できるかっていうと、そういうわけではありません。もうすでに給付金もらっている方は対象となりませんので、お気をつけください。ここで対象にならない人、2つ紹介したものを押さえたところで次のスライドへ行きます。では個人事業主、自営業の方はいつこの定額減税ができるのか説明をしていきますので、しっかりと一緒に勉強していきましょう。個人事業主はいつから、こちら令和5年度の納税額によって実は2つのパターンに分かれてきます。皆さんしっかりと一度令和5年の納税額、この間出した確定申告書を見てですね、チェックしてみましょう。まず納税額が15万円以上の方、この方はですね、予定納税が発生します。これ今回新しくできたルールとか制度ではなくてですね、以前からあるルールになります。所得税の納税額が15万円以上を超えると予定納税が自動的に発生します。この予定納税が何かというと、税金の前払いというふうにイメージしていただけるとかなりね、分かりやすくなるかと思います。自動的に予定納税が発生しますので、その予定納税額から減税するというのが今回抑えるべきポイントになります。まず1回目の予定納税が来ます。
1回目の予定納税は令和6年の7月に予定納税が引き落とされるんですけど、その予定納税から減額します。この1回目の予定納税で引き切れない場合は、次の2回目の予定納税で減額されます。こちらが2回目になります。令和6年11月の予定納税から減額が入るということですね。そして1回目2回目でも減額しきれない場合が出てきた場合、その場合にはですね、最終的に確定申告で調整減額されることになりますので、皆さんご安心ください。では次に、納税額が15万円以下だった方、令和5年度の納税額、所得税の納税が15万円以下の方はですね、じゃあどうやって減額されるかと言いますと、令和7年3月提出の確定申告で減額されることになります。ですので、今年、令和6年度の確定申告を提出する令和7年3月15日締め切りの確定申告で減額がされるということですね。ちょっと先の話になるということだけね、しっかりと押さえておきましょう。そして15万円以上の方は予定納税から自動的に減額されるので、自分は特に何もする必要はないんですけど、この所得税がね、15万円以下の方は確定申告で調整をしますので、自分でしっかりとこの減額分をですね、入力しないと自分が損してしまいますので、確定申告しっかりと今年忘れないように、頭の記憶にですね、しっかりと覚えておいていただきたい項目だと思います。それでは個人事業主の方、自分の分は分かったと、自分の減額はそこまで難しそうじゃないな、予定納税でするか確定申告ですればいいんでしょ。そこで一つ問題になってくるが、皆さんが扶養している家族の分のこの減税分はどうなるのかっていうのを次のスライドで紹介をします。家族の定額減税はどうなるのか。本人分の定額減税は前のスライドで見たようにですね、予定納税で自動的に支払われるか、確定申告で調整して減額をするということになります。この家族の定額減税、ちょっとポイントがありますので、しっかりと押さえておきましょう。まず今回定額減税の対象となるのは、同一生計配偶者や扶養親族となります。そしてこの同一生計配偶者や扶養親族は自動的に控除されないので、しっかりと押さえてください。これは自動的に控除されないのはですね、国や地方自治体が何人カウントするべき人がいるのかっていうのを把握しきれないからです。ですので、ご自分できちんと把握をして、人数にカウントをして確定申告をするなり、何か手続きをしなければいけないということになります。まず一つ目の方法を紹介します。一つ目の方法は、確定申告で精算する方法。要は確定申告の段階で家族分を減額する、税金を減額するという方法ですね。こちら本人は予定納税でもうすでにね、引かれていた場合はですね、家族分は確定申告で精算をするというふうに2回定額減税が起こりますので、しっかりと処理、またここでね、確定申告できちんと家族分を申請すること忘れないようにご注意ください。この確定申告まで待てないという方はですね、もう一つ方法があります。2つ目の方法がこちらです。予定納税額の減額申請の手続きを税務署に取るということです。この申請の手続きを申請することで、予定納税で家族分も差し引くことができます。今言ったように、この手続きを踏むことで、予定納税で同一生計親族の減額までできるということですね。ただし申請の手続きが必要となってきますので、一手間かかるということを覚えておきましょう。では次のスライドで実際に扶養人数の数を見てですね、いくら減税されるのかということを紹介していきたいと思います。こちら扶養人数の例になります。扶養親族が3人いたというふうに仮定します。配偶者1人とお子さん2人のパターンで解説をしていきたいと思います。一つポイントなんですけど、この配偶者の方は特に外に働いていたり、他から給料をもらったりしてないという前提で進んでいけますので、ご注意ください。所得税の場合はですね、1人3万円になります。で、自分の分と配偶者の分とお子さん2人なので、合計4人でカウントをすることになります。そうすると3万円かける4人分ということで、所得税は12万円分定額減税がされるということです。では次は住民税について見ていきましょう。住民税は1人1万円になりますので、4人分ということで4万円。この12万円と4万円を合計した16万円が定額減税の対象となるという計算になります。はい、ここでですね、皆さん悩むところがですね、この扶養親族なのかどうかと、該当するのか、カウントしていいのかいないのかというで迷うポイントが出てくるかと思いますので、ここで紹介をしたいと思います。
まず同一性権配偶者と扶養親族はカウントして OK なんですけど、少し注意点がありますので紹介していきます。そもそもですね、所得税の控除、扶養控除にはですね、16歳未満のお子さんがいても控除額は0円でした。これは所得税のルールなんですけど、今回の定額減税は16歳未満でもカウントして、人数としてカウントして大丈夫、構いません。こちらちょっとね、所得税の扶養控除と今回の定額減税とルールが少し違いますので、一度紹介をさせていただきました。もちろん16歳未満もカウントして OK ですし、16歳を超えていても扶養していればカウントして OK ということになります。そしてここが一番皆さんね、気をつけなければいけないんですけど、同一性系配偶者、ここを注意してください。必ずチェックするようにしましょう。ミスの元です。この同一性系配偶者が合計所得が48万円以下だったらカウントして OK です。これを超えている方はカウントできませんので、人数に入れないようにご注意ください。おそらくこのパターンですと、配偶者の方が合計所得48万円超えてるって方はですね、働いてるパート先、また給料をもらってる会社先で定額減税されることになります。なので働いてる先からも定額減税を受けて、今回個人事業主で働いてる配偶者がいるからということで、こちらでも定額減税をしてしまうと、ダブルで定額減税をしてしまうことになります。これ間違った処理になりますので、後々ですね、確定申告をして調整して追加分を払わなければいけないというふうに、また一手間かかってしまいますので、ここをしっかりと押さえておいてください。同一性系配偶者は合計所得が48万以下の場合はカウントして OK です。それ以外の場合はカウントしてはいけませんので、人数から外すようにしましょう。そしてもう一つ質問が出てくると思います。先住者給与を配偶者に払っている場合、これはどうなるかと言いますと、先住者給与を払っている方もカウントをしません、除くとあります。これどうしてかというと、そもそも先住者給与を払うときに給与計算をしていたり年末調整をしているはずです。そちらの方で定額減税をすることになるので、カウントしないで先住者給与は除くということです。こちらね、同一性系配偶者と扶養親族、ちょっとルールがねややこしいですので、皆さんしっかりとチェックして、間違いのないように定額減税の計算するようにしてください。では最後に、気になる影響、住宅ローンやふるさと納税には影響があるのかについて解説していきます。はい、気になる影響ということで、皆さんね、住宅ローン控除があるんだけど、ふるさと納税しようと思ってるんだけど、そういった場合、この定額減税は影響があるのかないのか気になる方も多いと思います。今年定額減税が所得税3万円入るから、その分調整してふるさと納税しないといけないんじゃないかというふうにね、考えてらっしゃる方もいるかと思います。結論を言いますと、影響はありません。これどうしてかと言いますと、確定申告の用紙見てほしいんですけど、ふるさと納税の控除額というのは、この赤いところ、所得から差し引かれる金額、赤い今枠で囲っているところで控除されます。そして住宅ローンのところはですね、2つ目のこちらの赤い枠のところで実は控除されるんですね。今回この定額減税は住宅ローンやふるさと納税など全てを考慮した後に調整が入る予定となっています。ですので、住宅ローンがうちはあるから所得税ゼロになるんだけどという方も心配しなくて大丈夫です。もらい損になるんじゃないかというふうに、ね、思う方いらっしゃるかもしれませんが、こちら引ききれなかった分はきちんと還付されて確定申告で調整がされます。ふるさと納税についてもこちらで控除された後にちゃんとね、定額減税が入りますので、今年ふるさと納税しようと思ってるんだけど、この定額減税が入るから調整しないといけないのかなっていう必要もありません。考慮しなくて OK というのが結論になります。では実はですね、私一つまだ説明してない項目があるんですけど、ずっとね、所得税の定額減税について解説をしてきたんですけど、残ってる住民税1万円分ありますよね。この住民税の定額減税はどうなるんですかっていうね、声がね聞こえてきそうなんですけど、住民税の定額減税についてはですね、地域の市区町村が計算をしてくれます。ですので私たちがこちらでですね、住民税の定額減税1万円分についてああだこうだと計算する必要はないんですね。なのでそこはご安心ください。ただし、もし地域の市区町村が計算ミスをしていた、何かしらの勘違いで、ダブルで控除されていたとかですね、控除されるべきなのに住民税の定額減税が入っ
ていなかったという場合に、ミスが気づけるのは誰かと言いますと、自分だけとなります。ですので、住民税の定額減税についてもですね、やはり押さえておいた方がいい項目なんじゃないかなと思います。もちろんね、もうそんなのめんどくさいとか興味ない、自動的にやってくれるならもう任せるよっていう方は、まあそれでいいと思います。住民税の定額減税は市区町村が代わりにね計算してくれるとはいえ、勉強しといておいても損はないのではないでしょうか。はい、というわけで今後予告動画として出そうかなって考えているものがあります。本日は個人事業主向けが自分の定額減税はどうなるのかって、まずね気にされている方多いと思ったので、個人事業主向けの内容にさせていただいたんですけど、ちょっと待てよと、自分の個人事業主、まあビジネス経営をされている方はですね、スタッフがいるぞとか雇用をしているぞっていう方多いかと思います。この場合はですね、スタッフに対して給料を出してる側になりますので、雇用している人たちに対して定額減税の計算を自分もしくは経理がやらなければいけないというふうに立場がまた変わります。今後雇用している人、また先住者給与の計算方法などなど、定額減税についてまた動画出す予定です。今後の情報も要チェックお願いします。チャンネル登録しておきますと、新しい動画上がりますと通知がいきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。はい、私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。オンライン上で税理士を味方につける Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。1つ目、質問と相談が24時間税理士に専門家に質問することができます。来た文章に対して私が文章で質問返ししますので、チャットをしているようなイメージが近いんではないでしょうか。2つ目のメリットは、起業家との情報交換共有の場としても使えます。メンバー全員起業家、またはね一人社長の方が多いですので、情報交換の場として好評です。3つ目、最新記事のインプットということで、平日私が毎日ビジネスに関する記事や SNS の裏側などなど記事にしています。この記事を読める購読権利がついているのもオンラインサロンのメリットとなっております。そして4つ目の特典、定期的に開催されるサロンズームに参加できる権利がついています。2ヶ月に1回程度でズームサロンを開催してるんですけど、私に直接質問や相談をすることができますし、また他のメンバーさんと交流が図れるということで非常に好評です。オンラインサロンは詳細に URL ありますので、詳細を確認してぜひ参加の方お待ちしております。でもサロンメンバーがですね200人ありがたいことに超えております。皆さんの参加お待ちしております。はい、 YouTube チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録お願いします。いいねやコメント感想いただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS もしてますので、ぜひフォローの方してみてください。またビジネス書、 Amazon Kindle 版両方ありますので、自分の読みやすい方でお買い上げしていただけると非常に嬉しいです。はい、それでは皆さん、本日気になっているであろう定額減税についてお話しさせていただきました。どうだったでしょうか。もうインボイス制度に引き続きですね、電子帳簿保存法など最近新しいものがですね、もう目白押しです。今回の制度はですね、国も巻き込んでいますし、地方自治体、要は住民税の計算をする地方自治体も巻き込んでいますし、会社の経理、また個人事業主みたいなスタッフ雇ってる方はですね、オーナーが給料計算してるっていうような方、もうすべてを巻き込んだ、壮大な定額減税、まあ、減税という名の、まあ、負担を押し付けるような内容になっております。皆さん非常に大変だと思いますし、理解をしておかないと、勉強をしておかないとですね、いけない項目になっております。今後順番にまた詳細決まってきたりとかですね、訂正が入ったり新しい情報が入ってきたりすると思いますので、今後もですね、こういった個人事業主、自営業向けに役立つ情報だと思いますので、動画作成していく予定でいますので、ぜひ引き続き動画見ていただけると嬉しいです。それでは本日の動画も最後まで見てくださりありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。